はい、ご飯作ります。今日はチゲワンタンを作ります。韓国料理のチゲ鍋の麺をお肉とチーズが入ったワンタンにしてみました。甘辛いスープにワンタンから溶けたチーズがとても合います。意外や意外、お米との相性はおでんとご飯くらいの相性です。今日水にしたら二重丸ですね。美味しく仕上がるのでしょうか。それではご視聴よろしくお願いします。
はい、チゲワンタンの完成です。非常に美味しく仕上がりました。うまいですね、お気に入りです。これは全部ワンタンでいいんじゃないかってくらい、めちゃくちゃ甘辛いスープとの相性が良くて、ラーメンにしてもいいんじゃないかと思うくらいですね。もしかしてだけど、しっかり豚骨からスープ作って、麺から何からってやって、もうワンタンいっぱい乗せたら、まあ、多分行列できるまでありますね。まあちょっと盛ったんですけど、はい。今回のポイントなんですけど、ワンタンに関しては特にないですね。はい。実は市販の皮で作ろうと思って他の材料買いに行った時に、ワンタンの皮見てみたんですけど、真四角のやつしかなくて、でめっちゃ小さいんですよね。多分あれ具をこう、なんて言うんだろう、真ん中にっていうか UFO みたいな感じにこうぺったんってこう2枚で包む感じだと思うんですけど、その場合だと今回みたいな包み方できないから、まあそれでも別にいいんですけど、まあ、こだわりある方は今回みたいな、今回っていうかもう生地作んないと無理かな、今回の包み方は生地作ってください。逆に別に買ってもいいかなって思ったんですけど、まあ、生地は余ってたから今回作りました。はい。だから別にそのペッタンってやるやつでも美味しく作れると思います。でもやっぱスーパーにはちょっと餃子の生地は一応オーバーあるけど、ワンタンないっていうのがちょっとどうなんでしょうね。まあ、売れないんですかね。もうちょっと大きさ倍くらいの売れたら、まあ、嬉しいけど、ちょっとニッチなあれなんですかね。やっぱ売れないんですかね、そうなると。はい。まあ、それとスープの方ですけど、味噌をメインにこう今回持ってきました。なんかちょっとこう冬を意識したというか、ちょっと濃厚な方が温まるかなみたいな、あと生姜ワンタンに入ってるからそれも合うかなみたいなのをちょっと狙いました。とはいえちょっと醤油を入れるっていうのがいいですよね。はい。まあそんなところでしょうか。まあそれと、あ、ワンタン煮すぎると溶けるので、はい、気をつけてください。ちょっと今ネギ生煮えだったんで、後でまだ煮で食ってるんですけど、はい、その絶妙なその時間差でちょっと上手にやってください。はい、以上です。ごちそうさまでした。よろしければグッドボタンとチャンネル登録の方お願いします。それとメインチャンネルおうちめん TV の方もよろしくお願いします。それではまた。